ポンセ投手が4回までに5失点、まあ、苦しいピッチングとなりましたが、監督はどうご覧だったでしょうか。まあ、うちのチームの、ね、こう悪いパターンというか、もう先発ピッチャーが序盤に大量失点するという、まあまあ、そうなったらなかなか厳しいですね。昨日もお話しされていましたけども、このような展開になると攻撃の流れという部分でも難しくなる、そんな感じなんでしょうか。まあ、もちろんやっぱり序盤の、大量失点というのはね、やっぱ複数失点というのは非常に大きくのしかかってくるので、まあ、最後ね、もちろん詰めましたけども、結局点差なのでなかなか詰めきれないというところになっていると思います。明日は庄司投手が復帰登板となります。ピッチングどんな内容を期待するでしょうか。いや、もう自分のピッチングね、とにかく、まあ、チームの流れ悪いですけど、まあ、これだけ、ね、お客さんが本当に入ってもらって、ちょっと不甲斐ない試合が、ね、続いているので、なんとか明日、いい形でいい試合を、勝てる試合を見せたいと思います。ありがとうございました。